ブラックマウスカーブラックマウスカーはアメリカ合衆国原産のツリーイングドッグ犬種の一つである。別名はサザンブラックマウスカー。19世紀頃にミシシッピー州に入植したヨーロッパ人が連れていたベルジアンシェパードドッグマリノアがベースになっている。マリノアにクーンハウンド系犬種を掛け合わせることでツリーイングドッグへ姿を変えた。主にリス、フクロネズミ、 アライグマ、アメリカ黒熊をツリーイングするのに使われている。パックで獲物に追いを追跡し、発見すると吠えながら追いかけ、木の上に追い詰める。追い詰めた後も吠え続け、獲物が逃げられないようにする。主人が到着すると、木に登って獲物を振り落としてもらうか、猟銃で撃ち落としてもらい、落ちてきた獲物を犬が仕留めて、狩猟は完了する。ツリーイングドックは普通。 獲物を追跡している時から吠え声を出すが、本種は沈黙を保って追跡を行い、発見してもあまり吠えない。しかし、獲物を木に追い詰めた後は力強い吠え声を上げ、獲物を逃げられないようにすることができる。調教の仕方によっては、昼間の量はこのスタイルで、夜間の量では追跡中も定期的に吠えさせて、犬の場所が把握できるようにすることも可能である。なお、 本種はツリーイング漁を行っている最中、獲物を追跡して木にあげる前に仕留めてしまうこともよくある。ツリーイング以外には先祖の血を活かして牧羊犬や牧牛犬、警備犬としても使われている。アメリカでは人気のある漁犬だが、その他の国ではほとんど飼育されておらず、知名度も低い。もちろんマリノアの原産国であるベルギーでもほとんど知られていない。 フシーには対抗のスタンダードの幅が広すぎることなどにより公認されていない。なお、スタンダードの幅が広いのは外見よりも事業権としての能力が高いものを優先してブリーディングが行われているからで、これを理由にフシーに公認登録されていない犬種は非常に多く存在する。とはいえ、公認されていないために起こる弊害もこれていってなく、 そういう犬種の大半は、ブリードや管理を行う犬種クラブが存在するので、問題は全くない。筋肉質の体つきをしたクーンハウンドである。クーンハウンドだが、外見や性質には、マリノアであった名残がよく残されている。上唇は少し長めで、マズルは短めだが、顎の力強靭である。耳は、ローズ耳、尾は先細りで、飾り毛のないタレオ。 コートはスムースコートで毛色はイエローで耳とマズルが黒いブラックマスクというマーキングが入ったもの。その名の通りマズルが黒いのが本種のトレードマークである。この他稀にイエロー系のフォーン、薄、ブラウン、ブラック、ブルー、ブリンドルの毛色のものも現れるがいずれもブラックマスクが入っている。体高は41から70センチメートルでこの体高は 中型犬を大型犬に相当するサイズである。性格は従順であるが、勇敢で、狩猟本能が高い。両犬種であるため、吠え声が非常に大きくよく響き、運動量はかなり多いので、初心者の飼育にはあまり向いていない犬種である。デズモンド・モリスの犬種辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き拓役性分動振興者、2007年。ありがとうございます。